はい、今回の動画は Google の裏技でブロック崩しを遊ぶ方法がありますので、ね、そのやり方をご紹介します。でやり方は簡単でこの Google を開いた、ね、検索窓のところにこちらですね、あたり、ブレイクアウトですかね、こちらを、ね、アルファベットで入力をしてくださいで。一応この文字の方はこの動画の下の説明欄のところにも入れておきますので、ねまあ、それをコピーして使ってもらってもいいです。まあ、いずれにしてもこのあたり、スペース、ブレイクアウトとアルファベットで入力をしてエンターを押します。 はいそうすると、ですねこの検索結果がまずね、まあ、出てくるんですけれども、えー、Google の場合ね、ねねこのね検索結果のこのね検索窓の下のところに、こすべて画像、動画とかショッピングとかっていう項目がありますので、ここのですね画像をというところをクリックしてください。はいそうすると、これ今見てもらってね分かるようにこうブロック崩しがねこう自動的に始まって、このマウスの操作でねこれをね動かしてブロック崩しを遊ぶということですねはいちょっと止めますね。 まあこういった形でですねえまあパソコンでこう作業していたりだとかこの仕事をしている時にちょっと息抜きをしたいなという時あると思うんですけれども、そんな時にですね、まあもちろんこうスマートフォンとか見るというね人もね最近は多いと思うんですけど、ねまあスマホを見てしまうとそっちばっかりに集中してまあ仕事の集中力が途切れてしまったりだとかっていうことがね結構、私もあったりとかするんですけど、もまあそんな時にちょこっとこのブロック崩しやると、このブロック崩し自体はね結構こう集中しないとすぐねこのね球がこうね下に落ちてしまいますんで、集中力をね結構途切らさないまま ま,あまたパソコンの作業に戻ったりすることがね結構できますんでね、ぜ、ま、ひ、あ、ね、そういうね仕事とかそういう作業のね合間にね、ちょっとだけ5分、10分ぐらいね息抜きしたいなっていう時にね、結構これやってもらえるとあのおすすめなんでね、ぜ、ま、ひ、あ、このブロック崩しのやり方ね、覚えてもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。